ストーカーをね、できないときに、何もできなくなるっていうのが小鳥の声で聞こえてきたことない。猿かスズメかの声みたいな。犬の奥からも聞こえるし、猫の奥からも聞こえるけどね。だから人間の奥からも聞こえる声。恐竜の奥からも聞こえる声ね。竜神の奥からも。せやけど、その本質は、なんなんやろうね。サルトリーヌっちゅうのは、ストーカーのね、類型の中で一番あり得る類型、サルトリーヌっちゅうのは。で、十二支でもね、占いではサルトリーヌって恐れられてんね。しつこいからと、しつこいからもやけど、不幸の象徴としてね、空房って言ったりね。で、なんで空房っていうのか言ったらね、なんでかなっていう、やけど実はね、サルトリーヌってあっちの西方のあの方角ちゃうねん。本来、絶対。おかしいね、論理的にサルトリーヌが西方の方角に配置なんて。それはね、サルトリーヌの食べ物?彼らが食べるものは確かに西型の方角やねん。西型の方角の食べ物やねん。でも彼らはそれを食べてるだけやから、あえて言えばその反対側、星座で言うと対抗星座。ね。のはずでしょ、それやったら。だから、いびつなんちゃ。だからそのいびつがあったから、サルトリーヌに、方角に魔力が溜まってたんちゃ。てか、腐ってた。てか、腐りもせん。どうやったらいいの?分解できず苦しんでた。妖力となって。妖術化してた。それは、西方の方角にサルトリーヌを配置するからあかんかって。西方の方角はサルトリーヌの食物やったのに、そこに、その食物を食する動物類型を配置したら、魔力がそこに滞留して。で、気持ち悪かった。痛かったんちゃう。その魔力を利用したり、魔力を蓄えてるご本人も痛かったんちゃう。魔法それ自体がいびつで苦しんでた。その、いびつなパワーを使ってたんちゃう。それが魔術を超え、魔術、魔術もそういう面はあるけど、もうほとんど妖術の類やね。でしょ?魔術っていうのはそんなの解除する効果もないとあかんから。魔法っていうのは絶対それを解除するもん、解除していくもんやけどね。解脱みたいなものを本来魔法って言うから。カーニャラミット魔法のことな、魔法ってな。魔術を取り締まるの魔法を言ってるな。だから、サルトリーヌの苦しみっていうのが、これで終わったと思うよ。だからみんななんか変な妖術なくなっていってるやろ。変な魔力。嫌やけど、たまるから仕方なく使ってた魔力なくなっていってるやろ。それはサルトリーヌの配置方向、間違ってたんやけど、あえて言ったらそういうことによって魔力がたまるって分かってたから、魔力実験をみんなでしてたんちゃうかな。だからそういうひどい目に遭っていても、魔力を使ってたはずやしな。その魔力やった。サルトリーヌがそっちに配置したらあかんのに配置しとった。それによって、そのことが原因で、たまっとって。たこやられてしまった魔術。たまっとって、そこでせき止められて、苦しんであって。違うのにな、ここじゃないのにな、って。で、星座のとか、十二支とかの新しい配置っていうのも、すでに発表したでしょ、うち。そやけど、いろいろ見直してるから、いろんなバージョンがあるね、実は。そんなことで、皆さんどんどん魔力失っていってるでしょ。いい傾向じゃん。よかったね。だから魔力実験終わって。みんなでやろう、魔力実験。覚えてるやろ。とにかく方角をいじったら、方角の配当を恣意的にいじったら、魔力で蓄えられるはずだっちゅう仮説のもとに、みんなでこの実験やってたやんか。うちがいろいろ苦情を言ってる話をまた別の話として、ね、魔力の苦しみの話は今の説明で十分かもしれないけど、苦しみの、魔術における苦しみの魔力っていうか、苦しみエネルギー、負のエネルギーかな、負のエネルギーっていうのはいびつなところに溜まってた。そこに配置した赤いものを配当してたから、負のエネルギーになってた。それを空房っていうんちゃうんかな。